のみんなのオブザイヤー、新番組です。私は天の声こと元中堅 DJ のこのある番組をクビになった天の声として参加しております。はい、新番組なんで初々しいですよ。イエーイ。まずですね、最初ここできちんと放送した始めるためにはですね、注意事項がありまして、それをたどらしい2人が今からやっていきますんではい、はい、じゃあみゆきお願いします。コロナ対策について説明します。演者スタッフの検温を行ってます。換気50分に1回行っています。よし。番組入れ替えの時、スタジオ内すべて消毒をしています。見てはいませんが除菌機器を導入しています。まだあったんだ。鳥小屋ズーリ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますがご理解ください。ちょいちょいありますからね、これね。はい、続いてエリナから。はい、質問等はこちらにお願いします。番組ツイッターですね。あ、はい、お願いします。はい、初のメッセージは届くんでしょうか。お願いします。お願いします。はい、それでは始めてまいりましょう。新番組ですね、皆さん。これ今日一切の打ち合わせなし、事前告知なしなんで、もし今奇跡的にこの番組見てる方がいたら、それはものすごいラッキーになりますね。はい、あなたは今日からこの番組のリスナーとなります。それではまずですね、この今回エリミユ僕は間違えた、ミユエリツインズという双子が座ってるんですけども、この2人の、一体どういう人物なのかっていうのを自己紹介から始めていきたいです。ただ2人にはですね、自己紹介の項目と一切打ち合わせをしていない状態で座ってもらってるんで、ちょっとそれぞれどんな話をするのかわからないんですけれども、じゃあまずみゆきから自己紹介と、どんな自分はどんな人間かをちょっと話してください。みゆきです。姉です。よろしくお願いします。よっ。静岡出身、東京在住、特技は出張予約です。飛行機とか電車とか最短ルート、最低金額で予約するのがめちゃめちゃ得意なので使ってください。仕事柄身についたのかな、それは。はい、それは出張は自分で予約するまでで自分で行きもしないし、お金も払わないってことですか？自分で行きますが、自分で行くことより予約をすることの方が得意。得意なんですね。うん、出張予約が得意不得意ってどういうところを見るんですか？もうめちゃ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 、例えば九州だったら、どの空港で降りて行くのが一番近いのか。なるほど。レンタカーを乗り捨てにした方が安いのか。価格もね。はい。電車がどの何時間に1本走ってるのか全部調べます。人の役には立ちそうですねわかりました。視聴者の中で出張予約を取ってほしいという方いらっしゃいましたら DM くださいこちらまで。はい、すぐ調べます。はい、言い残したことは他にないですか？特技それだけで大丈夫ですか？特技はそれだけです。それだけですか、はい、それ一本やりで今まで生きてきたということでそうです、はい、素晴らしいですね。はい、はい、じゃあ続いて、妹のエリナお願いします。はい、エリナです。静岡出身、静岡在住、エリナです。 お願いします。お願いします。今のところ住所の出生と住所の情報しか得られてないんですけど、はい、特技とかは？特技は、お菓子作りが得意です。あ、今日も実はさっき楽屋でもらってますね。はい、そのなんか作るお菓子に特徴があるというふうに聞いてますけれども、はい、最近はグルテンフリーの米粉クッキーを作っています。あ、今風っぽいですね。そうです。グルテンフリーのクッキーはどういう効果というか、うん、普通のクッキーよりも何がいいんですか？グルテンアレルギーの方もいるので、グルテンアレルギーの方にも食べていただいたりとか、
あとは小麦粉を使っていないので、うんうん、まあ、今結構美容とかで気にされる方でも食べやすい、カロリーも比較的低く作れる。あ、結構いいことがいっぱいあるんですね、うんうんうん、エレナのクッキーはどこで食べることができるんですか？私に言っていただければ食べれます。あ、じゃあ個人間で渡すということで特に販売はしていないんですね。今のところ販売はしていませんので私に直接言ってください。あ、ある意味ただ視聴者の方は直接言おうにも連絡先がわからないの で, で、ね、アズバン FM さんまでお便りをまず送っていただいて、はい、なんとかしてそこからつないでいくっていう形ですね。はい、お願いします、はい。新番組なのでまだこの番組のアカウントもなければですね、うん、あのこの2人に関しては多分ツイッターアカウントは持ってないです。ないですよね、うん、インスタはあります。インスタありますかね。じゃ あ, あのおいおいインスタを共有していきますねはい、今あのおいおい QR とかも用意していないので、おいおい、はい、おいおい、なかなかあの皆さんから見つけにくい条件ではありますけれども、はい。それではですね、まあ、2人の人柄がようやくあの少しだけ分かったところでですね、あのタイトルもあるように、オブザイヤーということで、それにちなんでですね、みゆきの方からちょっとあの2人の経歴、直近の経歴をご説明してもらえますでしょうか。はい、ミセスオブザイヤーというミセスコンテスト、ミセス向けのコンテストがありまして、私が東京大会今年出場させていただきまして、東京大会でグランプリをいただきました。おお。エリナが静岡大会に同じく今年出場しまして、写真が出てきましたね、のグランプリをいただきました。これ今出してもらったようなホームページですかね。そうですね、ミセスオブザイヤーのもう来年の募集が始まってるので、来年2023のホームページになりますが、この大会に結構大きい会場で、そうですね、で日本大会に私たち2人とも出させていただきまして、私が、部門で準グランプリをいただきまして2位に選んでいただきました。おお。でエリナもですね、もうこれ、部門80人出た中で、特別賞をいただきますので、2人でダブル受賞ということで、あ、こちら今写真出していただきました。ありがとうございます。合うもんですねありがとうございます。あ、でまとめると、そのミセスオブザイヤーという、ミスコン、ミセスコンテストというのがあって、うんうん、そこにあの静岡代表でエリナがグランプリ、はい、で東京代表でみゆきがグランプリですね。そんな2人が一緒に揃って日本大会に出場したと。日本大会は、うん、あの各県からやっぱり皆さん集まるんですか？そうです、各県からグランプリ、準グランプリの他に特別賞の方も出場されるので。何人ぐらいいるんですか？もう大会自体の総勢は300人を超えて、日本大会だけで300人以上。結構多いですね。はい、私たちはブリリアント部門という部門で80人、85人ちょっと、はい、出場した中で双子でのダブル賞いただきました。はい、これ今までなんかそういうですね、ミセスコンテストの活動とか、例えばその単純にモデル業とか美容のお仕事っていうのされてきたんですか？え、全く二人ともただの素人です。あ、素人で参加して。はい、完全に素人です。ビギナーズラックですねこれ。はい、おかげさまで。ありがとうございます。単純にそのなかなかこうイメージのつかない世界なんですけれども、うんうんうん、そのやってみてどうでしたか？めちゃめちゃ楽しかったです、うん。例えば どういうところがこう楽しいっていうふうに思いました？もう大会に出るあのミセス、ミス、あの女性みんなめちゃめちゃポジティブなんですよね、うんうん、なのでそういう人とこの大人になって出会えたっていうのがめちゃめちゃ自分にとって価値が変わる体験で、まあ、大会が終わってからも本当に毎週誰かにも会ってますね。あ、終わった後もなんか
いわゆる友達関係というか、はい、仲間みたいなのになっていくんですかね、はい、いろいろ相談したりとか、まあ、誰かが何かやるってなったら一緒に応援に行ったりとか、うん、そういうこうみんなで高め合える仲間ができたのがすごい楽しいです。いいですね。もしかしたらこのラジオもそのね、出た仲間の皆さんに出てもらえたりとか、出てもらえすればいいですね。誰にも言ってないけど、これから誰も知らない事後報告ではい、あの呼びます。事後報告でいきましょう。はい、これあのちなみに来年も募集が始まってるっていうんですけど、ホームページどういうふうにこうじゃあ興味がある人たちっていうのはどうすればいいんでしょうか。そうですね、まずはホームページをミセスオブザイヤーで検索するとホームページが出てくるので、まあ、ここで内容を見ていただいたりですとか、インスタでハッシュタグミセスオブザイヤー、まあ、カタカナもしくはアルファベットで検索していただくと、もう今年出た方、去年出た方で来年の募集をスタートしてる大会があるので、そこのインスタを見ていただくと一番イメージが湧くかなと思います。確かに今ホームページ見てもらってますね、はい、チケット情報はもう終わってしまった今年のやつですかね。そうです、はい、でこれからの募集はここにも書いてありそうですかね。書いてあります、はい、でもまず多分大会の、あ、そうですね、ありがとうございます。インスタの方にもホームページの方から飛べるので、そこを見ていただくと、もうあのミセスオブザイヤーのフォロー中、はい、フォロワー 2,3 千人が、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、フォローしていただきました。そうで、ここ見るとミセスオブザイヤーのこれ本部のあのインスタなんですけど、本部のインスタにランチ会もやってますね。はい、そうです、いろんなあの各都道府県のファイナリストですとか統括とか、まあ、来年のことを書いたものを、なんていうんですかこれ、リマインド、あのリツイートみたいな感じであの集めてくれてるので、そこから見ていくといろんなホームページに、あのいろんな方のページに飛んで、どんな感じで大会やってるのかなとか、見慣れた方がいましたね。見慣れた方がいました。見慣れた方がいました、ね、見慣れた方がよさこいのお写真投稿してたりとか、このアズーリにも何とか出てらっしゃるとママが、はい、浜田さんもいましたね。でここ見ていただくと、あ、こんな感じのなんかこうドレス着てやってるんだなとか、楽しそうですね、みんな、そうそうそう、あ、楽しそうだなとか分かると思うので、まずは見ていただくのが一番いいかなと思います。我らが浜田リリカ先生のお写真も出てきますね。すごい。そう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 。で男性部門もね。そう、男性部門もあるので、ミスターの部門の方も結構いっぱい出てたりとか、新聞に取り上げられてる記事が出てきたりとか、あとエントリーの募集のページなんかもあるので、あとはあれですね、これから行われる大会の案内とかそういうのがいっぱい出てきます。確か日本大会の方は週刊朝日さん系列の。アイラさんの電子ページにもご紹介いただいたのをちょっと私も見ましたよ、はい、私たちの名前も出していただきました。ありがとうございます。双子で、はい、双子で出てます、ね、はい、すごいすごい、もうキリがないぐらいずっとこういろんな記事が、ね、そうそうそう、めちゃめちゃ出てくるので、多分ね、そうですね、メディアさんもね取材いただいたりとか、そうです、あの、ね、フジテレビ系列の方で放送していただいたりとかしたので、うん、結構ね、それで目にしていただいた方も結構多いみたいです。反響型ということですね、はい、なのでもうすでにいろんな地方大会で結構もう早いところは5月からもう大会がスタートするので、地方大会が、なのでもうエントリーが結構続々といただいているところがあります。はい、それではそんな2人ですけれども、このラジオですね、月に2回、隔週でやっていくそうなんですけれども、どういうことをやっていきたいことありますか？これ大体ですね、ラジオの新番組の第1回は、おおよそその今後の企画会議になっていくっていうのは、そうなんですね、過去の、あ、はい、先輩たち見てても大体そうなんですよ。何をやっていきたいかと。これさっきの、大会の説明の時にちょっと言い忘れちゃったんですけど、はい、私が来年静岡大会、ミセスオブザイヤー静岡大会の統括をさせていただくことに
なりましたので静岡をアピールしていきたいと思います。静岡ですね。はい、静岡に絞ります。はい、静岡に絞ると、あ、でも東京と埼玉も一緒にやるのでそうですね、まあ、やりつつも静岡をより重点的にアピールしていくと。はい、わかりました。逆にエリナは何かここでやりたいことありますか？何でもいいんですよ、今思いついたことでもね。静岡のいいところを、うん、みんなに知っていただきたいです。なるほど、そんな思い普段からありました？静岡のいいところを知ってほしいと思って今まで三十数年間生きてきました？ないです、ないです。ないですか、うん、じゃあ割とこう後付けでこう調整した結果今はちょっと伝えていきたいなということですね。でもそれこそミセスオブザイヤーに出て、はい、まあ、東京大会で出た人たちとも日本大会で結構知り合う機会が多くって、静岡の、まあ、代表みたいな感じで出た時に、はい、静岡何がいいのとかって、まあ、言われますよ、当然のことながら、うん、っていうので逆になんか静岡いいとこだなっていうのを再発見今してます。なるほど、それからアメリカとかにねこう住むようになった時に日本の素晴らしさ、うん、外国の人から聞くと日本ってよかったなって気づくのと同じパターンですね、うんうん、同じパターンで今静岡を再認識中。ちなみにその他県の皆さんとこう会う、うん、そういった場で、うんうん、静岡ってどういうイメージ持たれること多いですか？物でも人でも。うーん、富士山、うんうん、まあ、第一そうですよね、うんうんうん、世界遺産ですからね。富士山、はい、焼きそば。ああ、でもそれはそれだと東部の富士宮二人の出身地なんですね。そうです。 B 級グルメといえばもう富士宮焼きそば、うん、やっぱ言われるわけですか？他県からでも言われます。言われる。でもね、逆に言うと僕もその富士山と、うん、まあ、あとやっぱその浜松のまあうなぎっていうのがすごい全国有名じゃないですか、うん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 、それ以外ってあります？あんまりこう全国レベルで浸透してもってありますか？ない。ない。うん、あるかな。マグロ。マグロかな。これやっぱ漁獲高で言うと焼津がやっぱり多いじゃないですか、うんうんうん、確かに確かに確かに、境港に次ぐとかに次ぐものなんですけど、うんうん、マグロ有名なんですね、うん、ツナ缶の工場もあるし、はい、シーチキンの、うん、稲葉のライトツナのあれではなくて、うん、あれもそうです。あれあれ、あれがあるんですね。工場があります。じゃあツナマグロは有名ですね。有名。いろいろ出てきますね、うんうん、私もちょっと対抗して言うとですね、私のおばあちゃんがですね西伊豆のうんうん、西浦のみかん農家なんですよ、うんうん、みかんですよ、うん、みかん美味しい。みかんね。でもみかんって伊豆半島以外三日日あー、うん、あっち寄りですね、うん、愛知寄りだ、うんうん、ありますね、うんうん、いや本当にね静岡って結構名産品が多いんですよね、うんうんうん、お茶、うん、まあお茶も、うん、もともとなんか確かお茶娘という、お茶娘コスプレあれはコスプレですね、コンテストではないんですか？コンテストではないんですか？ただ着たくて着ただけお茶娘の格好して写真を撮っただけっていう。そうです、はい。そうです。格好のボルバあるかもね、どっかに。それこそ私がね敬愛するチャラ男というお茶農家の社長さんが、あれ藤枝でしたっけね、あれ富士宮じゃない？富士宮ですか。農家さんで非常にこう、うん、ツイッターもやってるチャラ男というお茶の知る人ぞ知る、ね、知る人ぞ知るですね、うんうん、時の住処グループで期間限定でお茶のかき氷をやったりされてる方もいらっしゃいますもんね、うん、芸能人でいうとその静岡県の出身の人って県民が知る人って誰になるんですか？静岡といえばですよ、うん、静岡といえば長澤まさみ？え？勝俣でしょ。勝俣ですよ。呼び捨てですね。御殿場ですかね。御殿場。勝俣の名字は。勝俣。はい。長澤まさみ様がいらっしゃいました。長澤まさみ様、静岡市。結構いますよ。広瀬すず姉妹。広瀬姉妹ですよね。うん、鈴木沙和さんとか。まあ電気グルーヴのお二人ですよ。
はい、石野卓球さんとピエール滝さんも静岡ですからね、はい、そうですそうです。あと味感もそうらしいです。へえ、うん、ちょっと皆さんの世代に近いなんかこうなんとか高校のあの人が通ってたよみたいなもっと近いレベルでいないんですか。地元の高校出身はあれです、里見光太郎だいぶ先輩ですねだいぶ先輩ですね。里見光太郎から現在に至るまであのもう廃止されてないんですかね。廃止されてない。それはすごいですね。誰かいるかな。まあ、あの静岡も東部中部西部でもう別の国っていう感覚ぐらい、うん、あんま交流がないと聞きますからね、うんうんうん、そうですね。でもそうですよ、同世代はもう長澤まさみが、うん、長澤まさみさん、あ、一覧有名人、あ、すごいすごい、アズリのスタッフさんこういうすぐ出してくるんですよね。素晴らしい。あ、ほらほら長澤まさみさんがやっぱ、あ、加藤さん、亮さんの方ですね、うん、あ、へえ、ケッターズ飯田さん本読んでるじゃないですか。読んでます。あ、そうだ、あのシソンヌ、 あとそうそう、ももクロ、ももクロのねシソンヌ長谷川さんも、へえ、浜松出身です。へえ、美穂潤さん渋いですね。へえ、おお、すごい、こうやって見ると結構ハリウッドザコシショウですね。へえ、そんなこと言ったら静岡にもそんな面白いことはいるんです。そしたらもうあれですよ、今まさにこの裏番組で、うん、ワンチャンピオンシップに出場している格闘家の青木真也選手、はい、これはあのハリウッドザコシショウさんのいとこになりますからね。そうです、親戚ですから、はい、いや、そうですね、格闘家の選手。なるほど。ピンクレディも静岡出身、あ、そうなんですか、うん、へえ、ほら里見光太郎、あ、いましたね、うん、富士宮市出身、あ、まさに富士宮の大先輩ですね、うん、そうそうそう、それ以外に別所さんとかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。語る高さですね、すごい、へ、あ、アンタッチャブルの柴田、あ、そうそう、静岡で番組もやってますからね。あ、そうなんですね、うん、へ、まあ、ね、そんだけ歴史があればいっぱい有名な方いらっしゃると思いますけどね、うんうん、じゃあちょっと静岡の魅力のを発信するという番組にしていきたいってことなんですけど、うん、まず今日はですね、うん、事前のネタもないので、うん、もっと絞っていきたいと思うんですけど、うん、まあ、2人がもともと生まれた富士宮に関してちょっと情報もっと欲しいんですよ、うん、はい、どうしようかな、まあ 見どころつうと観光地とか場所分野と、うん、まあ、食べ物、先ほどちょっと富士宮市も出ちゃいましたけど、うん、それ以外もあると思うんで、うんうんうん、じゃあまずあの見どころスポット、うんうん、まあ、名物ですね、富士宮の名物スポットを、うん、じゃあ順番に行きましょうかね、順番に3個挙げてください。はい、あの、はい、じゃあちょっとしんどいかもしれないですけど3つずつ挙げましょう、うん、3つずつ挙げてもらって、うん、それぞれの特徴とか、うん、まあ、ちょっと行きたくな、それちょっと行きたいよねって、うん、あの思うようにちょっと説明してもらいたいんですけど、じゃあみゆきから。はい、3個いっぺんに言っちゃっていいの。あ、もう言い方は自由ですね。デスクしちゃう、デスクしちゃう、あ、先に言った方がね、そう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 、みゆきが言った3つにこう被らないようにちょっとエリナが拾ってくる、うんうん、やっぱり現在も住んでいる人間とね、そうそうそう、もう離れた人間では、うん、ハンデをあげないとちょっと確かに確かに、ゆりゆりあるかもしれないんでじゃあ先行みゆきで。はい、もうね、これは牛です。急にもうだから大丈夫そうだ、お題のそのスポットっていうのを無視して品種の問題でいきましたね。朝霧高原っていう、うん、あの高原があって、ああ本当に道路を走ってると牛がいるんですよ、いっぱいね、うんうんうん、そこがみんな車止めて写真撮ってるの、うん、富士山をバックに牛がね、いっぱいもう放牧されてるので、うんうんうん、そこはね、見る価値ありますよ、うんうん、もう富士山牛、自分の距離がもう1メートルぐらいなんで。なるほど、めっちゃめっちゃ近くで写真撮れます、うん、牛さんと。酪農の牛っていう観点って別に北海道でもいるけれども、うんうん、その富士山っていう強烈なやっぱりものとの組み合わせで、うん、まあいいんだろうと、うん、どうだと、そうそうそう、みんなを車止めてまで撮ってますから。これでもちなみにその住んでた頃にそこまで写真撮りに行ったことあります、うん、横目で見てました、なんで写真撮ってんだろうなと思って。なるほどね、まあ、富士山がそもそも住んでると富士山のありがたみ分かんないですから、うん、富士山ない
ない、生まれてから富士山ない買ったことなんてないので、うん、あの富士山 な,、うん、ないないって、うんうん、どういうことみたいな、コンビニみたいな視界に入ってくるもの。なるほど。あ、これ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 、何でも探すな、この素晴らしい、これこれこれ、これの絶景スポットが撮れる、ほら良くないですか、これが普通にいるんですよ。そうそうそう、写真撮れるの一緒にね、これが普通、これはでもこれはちょっと躍動感あるこれはプロですね、プロ、うん、結構いろんな人が写真撮ってネットにアップされてるんですね。そうそうそう、ぜひね、あの、うん、牛年の前にはここで写真を撮ることがおすすめです、ね、うん、10年に1回やってくるであろう、うん、来年、違う違う、だいぶ先来年ウサギ、じゃあ、ここにウサギを、一周回った頃に 牛もう前の前、去年牛、去年牛、じゃ10年後ぐらいに年賀状の写真を撮る際にはここで、うん、ほらすごい、うん、いいじゃない。これ補足ですけどね、この朝霧高原というのはソフトクリームが本当に美味しいんですよ、うん、私まあそのいろいろ全国のソフトクリーム食べてきましたけど、もう三千と輝く第一なんですよね、うん、朝霧高原ソフトクリームですよ、うん、であまりに僕プライベートは朝霧高原に行ってツイッターでそれ上げたらですね、朝霧高原の公式アカウントにフォローされるんですめちゃくちゃ嬉しいことが起きました。朝霧高原の朝霧牛乳のソフトクリームね、が一番なんですよね。あ、そうです、あの朝霧高原周朝霧乳業、朝霧高原周辺もいくつかソフトクリームのメーカーさんのプレイヤーがいるわけですよ、うん、いっぱいいますよ。ただそのそこに朝霧乳業さんのものじゃないとダメなんです。ダメなんです、ダメなんです。どうか聞いていてほしいですね、朝霧乳業さん、このラジオをお願いします。私にあの感謝の気持ちを込めて1年間分のアイスクリーム券をいただけたらと思って大丈夫です、食べに行くと思うので、しょっちゅう行ってるんで、はい、続いて第2位、第2位もうさ、第1位さ、朝霧高原で決まっちゃった。10位はつけられないですね、うん、10位はつけられない、うん、3つあげましょう。2つ目ですよ、うち、うん、あ、はい、先方ですから、足だけ、ね、うん、まあ、これはもう めちゃめちゃベタなんですけど、うん、あ、行ったことないんだけど、行ったことはない、はい、あれかと思いました、ね、富士宮市民の全員が行ったことある あの場所だと思ってましたね、うん、あ、あ、そっちにする、いや、ね、いいです、それはあとで出るかもしれないから、うん、富士山、うん、富士山世界遺産登録センターみたいなやつができたんですよ。あ、できた3年前ぐらいに、うん、熊健吾先生の、うん、あれ熊健吾先生の、うん、の、まあ、熊健吾先生って多分その知らない人は全く知らないんですけど、有名な建築家、建築家ですね、世界的に有名な建築家 の、はい、あの熊健吾先生が建てた建物ができたんですよ、うん、富士山世界遺産観光センターみたいな名前の、うん、出てきましたよ、これ、これです、これです、すごい綺麗、そうそうそう、静岡県富士山世界遺産センター、うん、これがどうやらいいらしい、うん、行ったことはない、行ったことはないんですけど、これはね外からでも見れるんですよ、うん、すごい綺麗な建物、すごい綺麗で、鳥居がね綺麗で、うん、でも確かに建物の造形美がね綺麗なって確かに分かるんですけど、うん、これ富士山の何が、そうそう、あのなんかね、内容が5周年って書いてあったね、今もう5年も経ってるのに一回見てないんですけど比較的最近ですね。そう、でもなんかその富士山の、うん、そうそうそう、ご案内をしていたりとかね、うん、あのね、富士山グッズが売ってるんですよ、うん、それにちょっと興味がある、うん、富士山の歴史とかね、成り立ちとかね、スタッフの手によってみんな素晴らしい、富士宮市役所の方見ていてくれてますかね表敬訪問させてくださいね。あ、鳥だ、そうそうそう、富士山に関係あるかないのかもはやわからないぐらいの情報量ですね、うん、でもこう外から見たのがすごい綺麗だから中に入らなくてもいいかなって思ってたんですけど、そうそう、なんか今中もね綺麗そう、そうそうそう、中から見た方も綺麗そう、まあ、次回以降ちょっと中に入った情報も教えてもらえるとありがたいですね、行く理由ができた、はい、行ってみよう、はい、じゃあ最後3つ目ですね、最後3つ目は、ちょっと保留で、これ厳しいですね今後そのこの番組の
行く末が心配ですね。あの3つも出ないっていう状況ですね。5番目ぐらいにいます。わかりました。じゃあ次ちょっと攻守交代してエリナお願いします。はい、まずはもう外せないのは富士宮市には富士山本宮浅間大社があるんですよ。あ、浅間さんですね。そう、もうこれはもう富士宮市民はもう必ずもう間違いなく行っている。そう、何がすごいかって、全国にある浅間神社の1300ぐらいあるらしいんですけど。確かに浅間っていっぱいありますもんね、うん、一番元。へー、へー、一番、あ、これです、これです、そうそう、これです。そうそうそう、総本山。あー、なのでもうめちゃめちゃパワースポット。パワースポットなんですね。そう、ってもちろん行ってはいるけどそれは知らなかったです。総本山っていう情報がちょっとすごいんだなってことですね。そうそうそう、本当は富士山の頂上にもその神社があって、あるあるある、 そう、そこの、まあ、あれ確か僕その情報で、あの富士山のそこの土地って浅間のものですよね、うん、そうそう、8号目浅間大社が持ってるって言いましたね、うん、そう、浅間、この浅間大社の土地、富士山のもう上の方は、はあ、まあ、それは確かに聞いたらすごいなと思いますね。あの御朱印周りとか、そうそうそう、寺社周り大好きな方、そうそうそう、ぜひもし見逃していたら、もうここはもうめちゃめちゃパワースポットなんでチェックしてください。続いてじゃあ2つ目、うん、2つ目は焼きそば。言っちゃったけど。パワースポットじゃない。あの使い回しですね。観光スポットじゃない。すごいこの番組の行く末が不安です。観光地だから焼きそば屋さんが、そう、私たちにとっては家で食べる食べ物っていう感覚だけど、うんうんうん、そう、他の人からするともう並んでるから、もう焼きそば屋さんに。これ確か僕の薄い記憶ですけど、なんか焼きそば屋さんってなんか一箇所に集まってる場所ありません？あります、あります。富士宮焼きそばの店が、うん、焼きそば横丁、うん、お宮横丁だ、うん、そういう情報欲しかったですね。お宮横丁、なるほど、それは地元民じゃ気づかない情報ですね。気づかない。いや、ずっとある、ありますよ。、うん、これ派閥とかあるんですか？富士宮焼きそば一人に言っても麺、製麺所が何個かあります。あ、じゃあそこでちょっと何麺が好きみたいな。これ富士宮焼きそばって全くその名前しか聞いたことない方々からすると何が違うんですか？麺の硬さが違います。違う、もちもち感が違う。硬くてもちもちというその独特のラインを狙ってきている。そうです、そうです。普通の焼きそばってラーメンの麺みたいじゃないですか。わ、うんうん、かります。あの、あれ多分つけ麺でも食べれるじゃないですか、つけても。はい、言わんとしてることわかります、はいはい、でも焼きそばの麺は焼きそばです。それは全然わからないけど、うん、要はでもちょっとあれですよね、あの焼いてますよね、蒸し麺、蒸している、うん、でなんか表面がちょっと焼きが強い気がするんですけど、 あれは違うのかな。それは焼いた人がちょっと放置したかもしれない。あ、なるほど、人のさじ加減によるそう。結論、富士宮焼きそばって何なのかよくわからないですけど、具とかの特徴はないんですか？ あるあります、あります。肉かす、あ、豚の豚油をのかす、火薬みたいな感じで入れる、うん、そう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 、硬い油揚げみたいな感じですかね。油が出てくるんですよ、じゅわって、うまみが。あ、なるほど、なんかまた、あとはもうこの説明。そうですね、早い早いよこれ。全部書いてあるから、宇都宮市民からするとね、やっぱり固めの食感ですよ。そう、うん、何が違うって言われると、うん、そう、っていうか普通の焼きそばってあんまり食べたことない、ないので、カップ焼きそば以外の焼きそばはがわからないから、違いがね難しいんですよね。あ、もうこれがスタンダードだと。そう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 。これなんか焼きそばなんか学会、富士宮焼きそば学会、学会ってあります。だからこうお祭りとか行くと富士宮焼きそばとかってよく旗立ってるんですよ、はい、なんかこう、ね、うんうんうん、で店のところに
でもこれ富士宮学会あの認定っていうオレンジ色の旗が立ってるの以外は偽物です。なるほど、はい、ちょっとこの学会さんちょっと訪問今度して、学会さんはどこにあるんだろうな、あの認定もらいましょうよ認定もらう、はい、はい、人として、まああとは作る焼きそば作ってもいいですし、はい、まあ、アンバサダーとしてね、昼間語っていいよって言ってもらえるのか分かんないですけど、はい、違いをちゃんと語れる人間としてね、はい、勉強します、はい、お願いします、はい、じゃあ続いて3つ目ですね、うん、早くもう2つ目でスポットから外れましたけど、うん、あ、スポット白糸の滝、あ、確かにまだあったな、うん、ちょっと4つ目準備してあります。じゃあそれは白糸の滝は多分全国結構いくつかあると思うんですけど富士宮も有名です。あ、そうか、うん、白糸という名前を冠にして滝っていうのは別に一つじゃないんですね、うん、そう、軽井沢にもありますもんね、うん、でもね結構今すごいおしゃれなカフェとかもできてて、あ、滝だけじゃないぞと、そう、滝だけじゃなく楽しめる、うん、スポットです。結構若い方とかも行くんですか、うん、行きます行きます。どうやって行くんですか、滝まで電車で行くんですか。電車は電車も富士宮には電車では行かないでください、うん、おすすめはできません、車です。でもね、あの何でしたっけ、鉄道ありますよね、水戸線ありますよね、JR 水戸線からソース感ですよ今の情報は電車で行かないでくださいっつって状況顧客数を減らすような話なので、うん、新幹線で来てください、うん、新富士駅から、なるほど、うん、タクシーに乗って、ね、タクシー乗ってそれが一番いいですと、うん、はい、おすすめです。これです、これあのね、まあ、あの白糸の滝っていろいろあると思うんですけど、多分あの白糸の滝、富士宮の白糸の滝はすごいね、落差が大きいんですよ。結構書いてありますね、うん、高さ20メートル大小数百の滝、数が多いんですね、うんうん、で結構もう見上げるあの壮大、うん、ですね。軽井沢の白糸の滝は多分横にすごい幅が広くてこう綺麗だったりとか、多分いろいろ滝によって白糸の滝によって、ね、白糸シリーズみたいな感じですね。そうそうそう、結構いろいろあるんですけど、うん、富士宮は横にはそんなに広くないけど落差が結構ありますね、うん、で上からも見れたりとかして、うん、そうそう、上からも見える、結構近づけたり、うん、これちょっと私は行ったことがないですね。あります。え、たぬき湖ではなくてですか。そうですね、うん、あの朝霧の近くですね。あ、そうなんですね、はい、なるほど、うん、おすすめです、ありがとうございます、はい、3つこれで一応3つ出そろっちゃいましたね、うん、まだ今保留が1つ、じゃあどうしてもちょっと言いたそうなんで4つ目言ってください、はい、私言っていい、はい、言ってください、はい、私これいやは泊まったことないんですけど泊まったことがない、はい、ふもとっぱらっていう、それも朝霧、確かにそれはめちゃめちゃ今ね、多分キャンパーに超有名、そう、アウトドアブーム、今ねソロキャンっていう言葉もありますけれども、うん、めちゃめちゃいいらしいんですよ、景色もいい、正解正解、前回フェスが、あ、そう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 、行われた場所もそこでしたかね、うん、有名な近くですね。ツイッターにコメントが届きましたね、すごい、これ第1号の誰なのかわからないですけども、はい、誰だろう、はい、これはすごいですね、うん、第1号のメッセージなんで、うんうん、ありがとうございます。ちょっと今一瞬私このメッセージ軽く見たんですけど、うん、あまりよくわからないんですが、うん、とりあえず読んでもらいましょうなぜかというと第1号だから読みます。これ通常来たら多分読まれないです、はい、でも貴重な第1号ですからね。じゃあみゆきの方から、あ、貴重ですよこれ。初めてメッセージします。自分は趣味で動物のぬいぐるみパペット手にはめて動かす動物のぬいぐるみを使ってゴリラかな、あ、これをやっています。そこでぜひ番組で動物のパペットをやっていただきたいです。クマさんとかウサギさんとかぜひお願いします。あ、なるほど、これ本当はねパペット今日用意したかったんですよね、うん、
そしてなぜこのメッセージをこの番組に送ってこられたのか。パペットをやりたかったって言ったからかな。なるほど。でも言ってないけど意思が通じたんじゃない。うんうん、すごいですね。すごい、ありがとうございます。これはどうすればいいの、この方に作ってもらえばいいのか。あ、そういうこと。どういうことなのかわからないですけど。へー、じゃあ、まあ、せっかくなんで作ってるわけじゃないのかな。使って、まあ、人形劇をやってる人なのか、まあ、それこそのお仕事されてるのか、多分趣味なのかすらわからない。なるほど。情報量がかなり少ないですね。確かに、ちょっと詳しい情報をまた追加で。我々がちょっとパペットというかそのキャラクターを作るとしたら、おそらく、うん、まあ、静岡に関係あるものですからね。うん、そうですね。やっぱりその、まあ、富士山とか、うん、ベタですけどうなぎとか。うなぎのパペットあるか。あとは金目鯛とかですかね、伊豆で言うと。あとメロン。想像がつかない、ね。フクロイのメロンとかね、はい、まだ紹介できないものたくさんありますけれども。とにかくあの第記念すべき第1号のメッセージいただきましたんで、はい、ありがとうございます。ではさっきエリナのこのアズパイエムのメッセージをちょっと聞いてる人が。いてくれたってことですね。ありがとうございます。届いて嬉しいです。嬉しい。はい、で、あ、第アマゾン戻りますと4番目がふもとっぱら、ふもとっぱらということですね。そう、すごい良さそうなんですよ。良さそう、うん、良さそう。え、こんなとこでしたっけ、前回のフェスの行われたところは。フェスはここの近く、あ、朝霧アリー、これが本当のふもとっぱらなんですね。そう、ピンポン、ピンポン。そう、すっごい、だってこんなに朝から晩まで富士山が見える、うんうん、まあでも先ほど言った通り自分家からも朝から晩まで見えますよね。見える。でもあのふもとっぱらは写真で見た時に結構感動しました、うんうん、あ、こんななんか素敵なところがあるんだって、まあ、富士山ってよく言いますからね、見る角度によって本当に表情変えるっていうのはあるので、うん、そういうことなんですかね。そう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 。よくなんかダイヤモンド富士というか富士のこの山頂に光が差すと、うん、それをこう指輪に例えて言いますよね、うん、これまだ行ったことないんですね。そう、行ったことない。じゃあ引き続きここのあれですね、レポートを、あの、うん、良さを語るために一回行っとかないと。そうです、まだ結構あの表面的なところの情報なのでそうですね、引き続きちょっとお願いします。でもね、この確かに最近、あの富士宮静岡っていうとふもとっぱらって言われることが増えました、うん、めちゃくちゃなんか知ってるみたい、うん、みんな。そうですね、うんうん、おすすめです。わ、うん、かりました。引き続きちょっとレポートお願いします、うん、で今日ですね、あの、まあ、富士宮の話を一通り終えたんですけど、うん、あのニューリリースということで今日行ってきたばかりの静岡の情報、うんうん、ぜひみゆきさんの方から。今日たまたまその静岡の西伊豆っていうところに行ってきたんですけど、西伊豆の絶景サウナのイベントで、絶景サウナさんっていうコンテンツが多分あるんですね。そうなんですね。あ、そうそう、チケットピアさんで調べていただいて、ありがとうございます。これです、絶景で整う絶景サウナ。サウナブームですから今、はい、その中でもその景色のいいとこでやるサウナっていうブランドがあるみたいですね。で、私西伊豆って、これ西伊豆知ってる、いや名前は聞いたことあるかもしれないですけど、皆さん伊豆ってつくぐらいだから、まあどっか伊豆のどっかだろうなって多分思うんですけどね、西伊豆ってめちゃくちゃ遠いんですよ。もうやっぱ横浜とかから行こうと思うと4時間遠いですよ。北海道とか行った方が近いんじゃないですか。そうそうそう。そしてこれあのこのイベントのメインスポンサーのがいるアズーリというですね、アズーリ鳥越 FM 全く関係ない、たまたま、ええ、アズーリつながりのいるアズーリ戦争勃発ですよこれ。どっちがアズーリとして全国の市民権を得ていくかっていう一方でも、ここはあのサウナイベントのスポンサーやっちゃってるんでね、うん、やばいやばい。アズーリさんでもちょっと最近プロレスに傾倒しすぎちゃってね、プロレス業界にばっかり有名になっちゃってるから、ちょっとこれ今後バランス必要になるかもしれないですね。そう、これがね、今日明日、今日明日だったんですよ。で行ってきて、まあこのね、海がめちゃくちゃ綺麗で、西伊豆がもうめちゃめちゃ大好きになりました。あの
私もちょっとあの東と西、伊豆って東西あるんですけど、東の方がやっぱ熱海とか伊東とか下田とかですね、うんうん、皆さんやっぱ聞くと、あ、なんか聞いたことあるって温泉地とかあると思うんですけど、うんうん、西伊豆って結構その西伊豆とは言うんだけど、どういうところがあるかとかってあんまりその有名、うんうん、メジャーじゃないんですよね、うんうん、でその分行きづらくて人も行かないんですけど、うん、海めちゃくちゃ綺麗なんですよね、うんうん、そんなところに今日行ってきたと。そうそう、サウナに入って、サウナから、まあ、サウナにね、なんて言うんだろう、4人ぐらい入れるサウナ、テントサウナですね。テントサウナが何個ぐらいだろう、6個ぐらいと、もう本当に20人ぐらい入れるサウナとか、トラックのサウナとかが、もういろんな種類のサウナがね、そうそうそう、こういうね、トラック型のサウナとかも来てくださって、でもう本当に昨日、あ、今日か、今日明日で70組くらい来るイベントらしいんですよね。まだ間に合いますよ。そうそうそう、今日の夜から明日の朝に、うん、そう、今から出れば間に合います。明日の昼に出たらもう間に合わない。めちゃめちゃ良かったですよ、これが。ぜひこの、まあその絶景サウナさんシリーズ化する可能性もあるんで、ちょっとまたこれは追っていきましょう、うん、そんなカンナで初放送ですが、そうそう、5分前というテロップが出まして、うん、次週のですねゲストもちょっと探していかないとですね、うん、なかなか話が持たないということもありますから、はい、じゃあ、 あの次週の、オファーをしようと思っていて、うんうんうん、これちょっとあの某あの有名な、あ、次週じゃないです、再来週ですね、すいません、あの隔週ですから、うん、あのテレフォンショッキング形式ですね。ああ、なるほど。電話をかけて、はいはい、と思うんですけど、はい、そもそも電話持ってきてます。電話持ってきてますよ。持ってます。あ、じゃあちょっとあの OK だったら発表ということで、うん、ちょっとこのまま生でですね、うん、出るかな。で出なかったらそれそれでも今回保留です。本当に何も言ってないし、何も言ってないからね、ラジオ始まることすら言ったってないので、ラジオが始まったこととタイトルを伝えて、そう、2週間後ちょっと来てくださいっていうので、うん、ちょっと電話してもらえますか。うんうん、わかりました。ちょっと待ってもらっていいですか。はい、へー、何してるかな、あの人は。何してるかな。仲良しですね。仲いい人から始めましょう。そうですね。どうでしょうか、かかりますか。今日何してたかな。なるべくあのマイクを。あ、なんか、もしもし、ママ今大丈夫ですか。うん、今日からラジオ始めたんですよ、うん、で今ラジオの生放送してるんですけど、うん、ママ2週間後の今の時間何やってますか。え、ちょっとタイトル言ってあげて。ラジオのタイトル、ラジオのタイトルはミュエールツインズのみんなのミスオブザイヤー、再来週のゲストは浜田ママです。来週3日の夜、3日の夜です。何時ぐらいから。10時。夜の10時。はい。10時に どっか行くの私。あ、オンライン可能ですね。あれ、オンライン可能です。できれば鳥小屋ズリ FM に来ていただきたい。鳥小屋ズリ FM におなじみの。マジか。ちょっと待ってね。阿藤さんがやってんの？やってますよ。あの、あ、天の声です。天の声がやってます。天の声。なんだそれ。ママ今生放送中なんですよ。え、マジこれ。ええ。視聴されてます。遅い遅い遅い。遅いマジでって言ってたの。2回目のゲストにぜひお願いします。お願い、オファーをして、来てくれるかなって言っていいですか。ママ、はい、2週間後のこの時間来てくれるかな。いいとも。おー、ありがとうございます。ベタなベタな演出終わりまして。じゃあ残り30秒なんで、じゃあゲストに決定しましたので、また連絡させていただきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。そうしました、来週のゲストはですね、再来週のゲストは無事に決まった、はい、銀座でんでん、浜田ひろみママということで、はい、
オブザイヤーの東京と埼玉の統括の大変お世話になっております。よりあのミセスオブザイヤーの裏側に関してもちょっと統括展開できるのではないでしょうか、うん、はい、かこれがまだもうそろそろなんですけど、うん、言いたいないことはないですかね。よえ、3つ目の富士宮のいいとこ、じゃあ来週、あ、そうですね、取っておくようにします。探しとかないと、ちょっとびっくりさせるのお願いしますね。はい、はい、期待しておいてください。はい、それでは本日初回はここまでです。何でしたで言います？何でした？まるまるでした、おやすみなさいでいきましょうかね、うん、止まっちゃった無茶ぶり。ミュエリツインズでしたでしましょう。なるほどなるほど、はい、いきましょう、せーの、ミュエリツインズでした。おやすみなさーい。